たたどたどしくく木の上を歩くコアラ今年6月名古屋の東山動植物園で撮影された24歳のメスクレメンツです人間で言えばおよそ120歳平均寿命の倍ほどのご長寿コアラとして親しまれてきましたが老衰で死にましたこちらがクレメンスが過ごしていた場所です。 その前には献花台が設置され市民が持ってきた花が並んでいますその中を見ますとありがとうという言葉を添えたものもあります小原社の前には献花台が設けられ今日は午前9時に開園すると多くの来園者がクレメンツとの別れを惜しみ花を手向けたり手を合わせていました ニュースでクレメンツが亡くなったのを知って9時から開園なので来ました寂しいですね残念だなと思いましたけどまあ老衰だったっていうニュースで聞いたのでまあ大王女かな穏やかな優しいコアラだと思いますお花を喧嘩させていただきました今までたくさんありがとうと1997年にオーストラリアで生まれたクレメンツ 2001年に名古屋にやってくると活動的な様子から一躍人気者になりましたまた母親としては8頭の子供を出産しました東山動植物園によりますと現在国内で飼育されるおよそ60頭のうち実に3分の1を占める20頭ほどはクレメンツの子孫実際神戸市の王子動物園では 全5頭のコアラのうち3頭がクレメンツのひまごとやしゃごです名古屋でコアラのね繁殖が広まったってことがすごく素晴らしいな東山のコアラの繁殖の盾役者って言ってもいいんじゃないかなまさに日本のコアラのビッグママともいえるクレメンツ先月下旬からは食欲が落ち餌のユーカリが自分では食べられなくなり大往生を遂げました 一方、クレメンツがいたコアラ社では。かわいかった。今年3月から4月に生まれた赤ちゃんコアラ3頭が公開。クレメンツの子孫ではありませんが、残した人気を受け継ぎ、来園者の注目を集めています。あの赤ちゃんと、ね、一方亡くなられた、貢献されたコアラちゃんと、ね、っていうことで、うん、考え無料です。